はい、皆さんこんにちは。ゆりしんのもてやしチャンネル委員長、林でございます。本日はデブ委員長が4ヶ月で 10.8% 減少した最新マシンの実力をご紹介いたします。それではどうぞ。突然ですが、私はダイエットなんてしていません。そんな私が楽々ダイエットで、なんと体幹脂肪率 10.8% 減少に成功しました。ちなみに体重は5キロ減です。使用したマシンは最新の電磁パルスという送信マシンですが、これは3テスラ以上という磁力を出します。MRI のおよそ2倍以上の出力を持つ電磁気送信マシンです。運動ニューロンを刺激し、筋肉運動をさせるマシンです。筋肉運動といえば EMS が有名ですが、 EMS は皮膚表面から2センチまでの筋肉に低周波が当たり、筋肉を動かす機械です。ダイエットの場合は電磁パルスの方が有利と言われています。その理由は主に2つ。1つは8センチから10センチも深くの筋肉まで動かせるので、内臓筋肉や骨盤底筋群をケアできること。もう一つはパルス回数を速くすることができるため、有効な運動プログラムが豊富に作れるからです。実際に私もやっています。おそらくこんな方に向いている送信方法だと思います。一つ目、ジムに行く時間がない方、着替えやシャワーなどで結局2時間もかかっちゃいますよね。二つ目、運動で汗をかきたくない方、着替えとか持っていくの面倒ですもんね。三つ目、効率よく運動効果を得たい方、30分で最大3万回の筋肉運動が可能なんです。4つ目、腎臓がきちんと機能している方、運動後の老廃物をきちんとケアできる体質の人におすすめ。本当に座っているだけで変われるので、ダイエット失敗続きの方に特に有効な方法です。注意する点は、洋服などの金属を直接当てて火傷しないように気をつけてください。その時はお着替えをしていただいて、金属のない洋服でやるしかありませんが、樹脂のボタンとかは問題はありません。この電磁パルスは美容クリニックで1回11万円もするところもありましたし、六本木エリアあたりでは3万5千円、五反田エリアでは2万6千円ぐらいするところもありました。少々高いマシンというイメージがあります。一方で30分8千円なんていうところもあったりしますので、一体何が違うのか、マシンの性能なのか、骨盤底筋を鍛える椅子がセットされていないのかなど、もう少し詳しく調べてみる必要があります。ユリシードではただいまホットペッパーから予約をしていただくと、初回2980円でお試し予約ができます。2回目以降もキャンペーンでお安くできるようにしておりますので、ぜひやってみてください。お客様たちが今どんどん痩せております。さあ次はあなたの番です。